皆さんこんばんは。こんばんは。今週も加瀬谷秀樹さんと一緒にお届けをしていきます。加瀬さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。いよいよプレミアリーグ開幕しまして、うん、2節を終えてミッドウィークにはヨーロッパのカップ戦に出てないクラブはカラバオカップということで、うん、はい、推移をしてきましたけれども、はい、どうですか、引きこもごも、まあ、うまくスタートしたチームもあれば、ちょっとうまくいかないチームもあったり、オライリー、あー、ブライトンのオライリーが早くも怪我しちゃいました。はい、9分でしたね、はいはい、なかなかひどいタックルだったので、はい、今これ喋ってるのが8月の28日なんですけれど、はい、そのスキャンの結果とかまだ明らかになっている、はい、明らかになってない、うん、あの状態なのね、はい、なのでなんですよ、はい、ですからまだわからないんですけども、うん、オライリーの結果がちょっと心配されるところですよね。そうですね、うん、スコットランド史上、ね、最高額の移籍金ということで ね、はい、ブライトン、はい、いろいろアタランタとかアトレティコとか、はい、競合してたみたいですけどね、うん、まあ、ブライトンはいい補強してますね。いい補強してますし、お金使えてますし、うん、はいはい、えっていう選手は相変わらず取ってくるじゃないですか、はい、そうですね、だからあのスカウトもすごいですよね、はい、すごいですね。なんかスカウトもごっそりそのどっかに抜かれそうな気もしてジェルシーが一回やりましたよ、まあ、もう一回狙うかっていう話ではありますけど、ね、本当に、ね、本当にチームとしてやっぱ素晴らしいなっていうところですけど、はい、私はそれと、まあ、同じ時間ですけどもちょっと15分遅れか、うん、結構の別のカードで、うん、クリスタルパレス対ノリッチをダゾーンでちょっと実況させていただいたんですが、鎌田選手が、はい、加入後公式戦初ゴール初アシストということで、はい、そうですね、早速活躍を見せましたけれども、うん、まあ、あの新しい環境、うん、はい、なおかつプレミアリーグ初挑戦、うん、はい、後でちょっと少し話しますけど、いろんな初めてっていう状況があるので、はい、まずね、例えば第1節の調子が良くなかった、はい、第2節が良かったっていうだけで、うん、1節1節ごとに答え出していくと、これはね、我々メディアも恥かくぞってことなので、それ気をつけないといけないですね。はい、そうですね、はい、後でもうちょっと、はい、もうちょっとやります。あの新しいスタート、まあ、鎌田選手切りましたけども、はい、新たなって言いますと、うん、例えばオアシス、オエイシスですね、うん、現地で言うと、うん、はいはい、再結成ということで、はい、来年の夏か、うん、ツアーを組むみたいですけど、うん、そのシーズンに、うん、大のファンであるマンチェスターシティがどうなるかっていうことです、ね、うん、そんなにうまくいくかライバルはね、そう思わないここ面白いですね、バチバチでございますが、はいはい、はい、あ、そしてあの残念な、ね、あのニュースが飛び込んできましたけども、エリクソンさん、ね、はい、ズベン・グラ・エリクソンさんが、ね、うん、76歳ということで、うん、ずっと闘病されてましたけれども、はい、亡くなられました、はい、イングランド代表監督は2001年から2006年ですかね、うん、日韓ワールドカップ、うん、ポルトガルのユーロ、うん、そしてドイツワールドカップということで、はい、ちょうど黄金期を、ね、指揮してましたね。とても穏やかな監督で、はい、穏やかな人柄で、まあ、おそらくエリクソンさんだったからこそ、まあ、決してチームワーク良くなかったです、大物キラーで。そうですね。でも、まあ、空中分解に至らなかったのは、エリクソンさんのような温かい人柄のおかげだと思いますけどね。はい、そうですね。マンチェスターシティはね、レスターでも指揮を取りましたけどね、はい、監督キャリア18個のタイトル。そうですね。はい、はい、うん、あの歴史に残る名監督のお一人だと思いますね。そうですね、はい、ご冥福をお祈りします。さあそして今日の本題ですけれども、はい、2節を終えましたので、ちょっとこの2節いろんなことがありましたし、はい、加瀬さんにこんなところが気になったよっていうところ、まあ、みんなもいろいろ気になってるところあると思うんで、はい、ちょっと10個挙げていただくということになりますね。少しこじつけのところがあるけど、うん、はい、いいんですよ、いろんな見方があります、うん、これは皆さんもね、いろいろと、うん、トップ10ぐらいね、はい、上げてみましたけど、はい、そうですね。なので題して第2節を終えて気になったこと10選ということでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはね、あの皆さんそれぞれいろいろ思い入れ、まあ、チームもあるでしょうし、いろんな10選があると思うんで、それはね、プレー内容かもしれないし、うん、全然違うことかもしれないんで、うん、それもまた、書き込んでいただけたら、あ、こんなこともあったなってみんなで共有しながらできると思うので、ちょっとそこで盛り上がっていただけたらなと、そのきっかけになるこの10選でいいですかね。はい、ということでございます。ではまず最初、一つ目ですけれども、ちょっとこれ私の方からちょっとご説明させていただきますが、シーズンが始まったので、やっぱりちょっとしたルールとか、規定とかそういったものの運用の変化みたいなものがありまして、ね、はい、ちょっと整理をしたいというふうに思います、うんうん、一つ言われているのが VAR のこの適用なんですけれども、今シーズンはレフェリーズコールというフレーズを導入しまして、あくまでもやはり現場にいるレフェリー、つまり4人ですね、うん、主審、副審、アシスタントレフェリー、うん、彼らの、ジャッジを尊重していこうという、うん、はい、そういった流れにしていきたいということだそうです、うんうんうん、なのであくまで VAR を、まあ、今までもそうなんですが、はっきりとした明白な間違いっていうには
記載されてはいたんですけども、はい、そんなに間違いじゃなくても結構介入してたじゃないですか。そうですね、これを本当にはっきりとした明白な間違いじゃないと介入しませんよっていうことになったんですが、うん、ちょっとその適用もまだ曖昧だったりとかして、一応その方向で進んでいるということになります。また一応 VAR で判定して、まあ、もちろん全部チェックするわけです、ゴール前とかは、これはなぜ VAR が介入しなかったのか、あるいは、なぜ VAR が介入したのかっていう理由をですね、その試合のうちに X のアカウントプレミアリーグマッチセンターというのを立ち上げまして、こちらに解説してくれています。なのでそこをチェックすれば、あ、なんだ今のシーンよく分かんなかったけど、どういうジャッジでどうなってるの、見てねえのかよみたいな、見てるんですよ、見てるんですけど、見てるところはなんでこれは、VR 介入しなかったのかっていうことが説明されていますので、これはちょっと皆さん読めば、あ、なるほどと思うか、それでも分かんねえよっていう方もいるかもしれないですけど、うん、日本語訳まではちょっと求めないでください、さすがに、さすがに、あ、そうね、中継では、うん、なるべく日本語訳でお伝えするようにしてるんですけれども、はい、うん、もちろんいろんなシーンがありますので、うん、それは皆さんもしご自分で、チェックをされて、ちょっと今Google 翻訳などもありますから、はい、そちらもちょっと活用していただいてっていうところですかね。またテクノロジーでいきますと、半自動、セミオートマティックのオフサイドシステム、はい、うん、まだ開幕間に合いませんでした、はいはいはい、まだちょっと時期は決まってないんですけども、うん、9月10月、うん、おそらく、今度かその次の代表ウィーク明けに、うん、導入するだろうというふうに言われてますんで、うん、今までは人がインテン打って、うん、はいはい、3D ラインに引いてましたけど、うん、これが、もうコンピューターで、そうですね、セミオートマティックで、うん、なので、ワールドカップとかユーロとかで出ましたけども、うん、ああいうグラフィックで表示されるっていうことですね。こういうのでもまた出ちゃうわけですよね、オフサイドね、かかとが出てたとかってね、はい、こうね、こう立体的に出て、ちょっとここが出てましたよって、うん、でも分かりやすいですよ ね、うん、ね、あ、このくらいかかとぐらいなあれ、あれ変えないとダメだよな、まずな、まあでもそれでも加瀬さん難しいんですよね、それもう線でって決めないと、うん、じゃあ今度人の気持ちも入ってきちゃうじゃないですか、うん、そうするとまたハンドみたいになってきちゃうんで、でもあれじゃないですか、細谷選手のやつはみんなやっぱりね、おかしいって言ってましたけど、うん、ルール上はもう全く間違いなくて、うんうん、もうあれはもうルールではオフサイドじゃないですか、うん、だからオリンピックの、だからそれやっぱさ、改善できないのかな、うん、だからあれじゃないですか、一時期そのベンゲルさんとかちょっとやってた幅を、うん、そのラインの幅みたいなものをもう少し10センチか何かにして、うんうん、その幅だった中だったらオフサイドじゃないっていう風にするかとかですよね、うんうんうん、そうね、うん、まあ、今できることはその程度か、うん、そうですね、じゃないとおそらく人の、じゃあその場面はこの場面はね、ハンドみたいな、やっぱり人の主観が入っていると、うん、オフサイドも分かりやすいじゃないですか、うん、オンリーレビューなんで、もうしかファクトなんで、事実なんで、もう線引いたら文句言えませんっていう、これがな、これオフサイドが納得できないんだよな、うん、まあでも事実は事実なんで分かりやすいと思いますけどね、僕もなんか前のハンドのも手に当たったらハンドは分かりやすかったと思うんですよ、うん、そうね、うんうん、文句は言えないですか、うん、だからそういう意味ではやっぱりこういろいろルールを細かくすると分かりづらくなっちゃうんじゃないかなってなります。やっぱり今のところベンゲルの指示だな、何センチだな、うん、まあ、そこはねいいと思いますよね、この幅を広くして、そこまでだったらオフサイドじゃないっていうのはあれなのかなって、そうするとシステム上もね、セミオートマティックでその幅を多分うまくセッティングすればいい、設定すればいいだけの話なんで、だってそのうちね、はい、実は髪の毛が出てましたみたいな反応されちゃうかもしれないもんね、まあ、テクノロジーでやったら、ねね、そうですね、そうなったらみんなスキンヘッドにしちゃうかもしれないよ、その可能性ありますよ、ね、ね、しかもすっごいもうバリバリに固めるとか ね、まだね、今やもはや多分そんなことは若い子は知らないかもしれないですけど、ポマードで固めるかもしれない、あ、そうね、うん、男塾みたいな感じで、ね、知らないか男塾、ね、ビーバップハイスクールも分かんないかもしれないですね、そしてですね、あとは今度は適用の問題ですけど、うん、今までウォーミングアップはプレミアリーグ、だいたいJリーグの場合トラックがありますから、はいはいはい、結構後ろの方でやってますけど、うんうん、ピッチサイドでやるじゃないですか、うん、で一度に1チーム3人までしかできなかったんですけど、一度に5人交代できるのに、はい、3人しかウォーミングアップできなかったら、うんうん、ウォーミングアップしないで入らないといけないんじゃないかっていうことは言われてたんですが、うん、一応5人ずつできることになりましたけれども、加瀬、ね、はい、さん10人あそこに、まあ、それも同じ ね、こっちとこっちに分かれるんじゃなくて、うん、同じさ、ね、エンドのところでやったりするじゃないですか、うん、あれがどうなのかっていう、ちょっとやっぱり窮屈な感じするもんね、うん、そうですね、うん、あと変わったのはボール、ボーイが、うん、昨シーズンも全部触っちゃいけませんと、うん、全部置いてある、うん、15個置いてあるところからボールは取っていかなきゃいけないよってなったんですけど、うん、今シーズンはゴール裏に関しては渡していいことになったんです。そうですね、はい、一応そんな運用の変化がありますので、うん、ちょっとやっぱ、ね、こういったことはちょっとちょうどシーズン最初に、ね、そうですね、分かった上で見た方がいいかなということでお伝えさせていただきました、はい、さあそして続いてですけども、そんなちょっと審判絡みなんですね、はい、今野間君が説明してくれたようにいろんな改善っていうのは、はい、うん、あるんですけど、やっぱりちょっと気になる部分があって、はい、やっぱりまず
なんだっけ、エゼのフリーキックが取り消されたりね、開幕節ですね、開幕節ですね、はいはい、それからアーセナル対ウルブス戦でいくつかの暴力行為が見過ごされたり、はい、まあ、エゼのフリーキックを見逃したのはパロットで、うん、アーセナルウルブス戦の暴力行為を見逃したのはジレットなんですけれども、はい、まあきっちり見ていれば、そしてアシスタントレフェリーと協力していれば起こり得ないようなミスだなって感じはしていたので、すぐにね良くなるとは思っていませんけれど、うん、やはりこう長年プレミアリーグを見てきて、なかなかこうジャッジ、レフェリーのレベルが上がっていかないなっていうのを、まあ開幕早々ちょっと改めて痛感せざるを得なかったなっていうところなんですね、はい。でも勝谷さんがお話ししていた、まず一つ目のエゼのフリーキックですけれども、ここはパロット出身はすぐに本人に謝りまして、はいはい、これですね、笛を吹くタイミングがちょっと早すぎたと、うん、早すぎたために VR の介入ができなくなってしまったということになりまして、うんうん、あれゴールをラインを越えていったところで笛を吹いていれば、うん、もう一回あのファールがどうだったかっていうのは VR で検証できたんですけど、はいはい、その前に吹いちゃったんで、うん、ゴールっていうのはもともともうあのあとはもうインプレーじゃないの で、 そうですね、その後はなかったことになっちゃうわけですね、うんうんうん、なので、振り返れない、うん、その、まあ、中のファールがどうこうっていうふうにゴールが決まってないんで、うん、言えないっていうことになってしまったので、うん、ここは、パロット氏も言ってましたけど、もうちょっと待って、今オフサイドディレイじゃないですけど、うん、ちょっと笛を吹くべきだったのかなっていうところだったんですよね。まあ、それはそうですね、うん、だからまあ経験積んでいけばそういうミスはなくなるのかもしれないんですけれど、うん、やっぱりプレミアリーグって世界中の樹木が集まるリーグですから、うんうん、その中で、ね、選手たち監督のレベルっていうのは年々上がっていってるはず、うん、上がっていきますが、うん、レフェリーがどうにもこうにもねうまくならないので、ビッグマッチだけ上だから呼んでもいいんじゃないかなと思って、誰かね上手い人ね、あ、うん、でも交流プログラムは ね、 ね、まあJ リーグはやってまして、はいはいはい、うん、イングランド、誰イングランドさん来て、うん、ちょうど、はい、うまく流して上手でしたね、やっぱりさすがにはありましたけれども、うん、中東の、ね、方も呼んだりとか、いろんな、うん、そのやっぱり地域のやり方っていうのはちょっと若干差はあると思うんで、うん、そういったねちょっとサインみたいなものも感じながらっていうことなんでしょうけど、やっぱりどうしてもやっぱり母国なんで自分たちからお貸しするっていう感じになるでしょうけど、うん、まあね、日本から行ったりもしてるんですけど、うん、どちらかというと研修でみたいになるんで、はいはいはい、で確かにそのもっとこううまく交流を持って、ウエハの、ね、トップクラス の、 その出身がちょっといろんな国回る、はい、うん、イングランドとか、まあ、スペインとかちょっと回りながら議論するって、ね、うん、いうことは必要なのかもしれないですけどね。うん、では勝谷さん、続いてはファンデフェンですね。はいはい、まあ、GG のペナルティーアークから相手陣のペナルティーアーク、うん、これは相手エバートンですけど、はい、まあすごいドリブルでした、うん、スピードといいドリブルで運ぶ姿勢といい、センターバックじゃない、はい、あれは、あれはもうフォワードのドリブルです、うん、それでまあどん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 こう加速していって、最後ソン・フンミンのアシストをしましたからね、はい、まあなんかそのゴール、まあ、素晴らしいゴールもいくつかありますが、うん、2節終わった時点で、ね、個人的に一番印象に残ってるのこれだったんですよね。ちょっと途中で膝かなハムストリングかなどっちか痛めて大丈夫かなと思われたんですけどね、うん、なんとか大丈夫だったようですが、はい、まあ、今シーズンもそのこういったスピードを生かしたり、うん、あるいは高さ読みを生かしたり、おそらくロメロとのコンビで素晴らしいプレーを見せてくれるんだな、うん、なんか今シーズンの活躍をもう約束されたような見事なプレーでしたね。かねてからファンデフェンのスピードっていうのは言われていたわけですけれども、はい、今年の1月31日のブレントフォード戦、はい、これでですね時速 37.38 キロ、はい、マークしました、はい、これは統計を取り始めて以来プレミア最速ということ で、ね、はい、まあ、本当に足が速いプレイヤーですね。今ねセンターバックはやはりスピードっていうのも、ね、はい、特にラインが高いじゃないですか、はいはい、スパーズはスパーズ高いから、はい、よし裏取られたってなって、うん、一人で追いつくケースはもちろんありますが、はい、ソン・フンミンごめんなさい、ロメロと一緒にやってて、うん、ロメロが相手のスピードを抑えながらあるんで間合いを測りながらね、はい、それでファンデフェンが詰めて、うん、2人で挟んで取っちゃうっていうところの連携もありますし、はい、ケインがいなくなっ
ってちょっとね一時どうなるんだって感じしましたけれども、うん、昨シーズンあたりなんかポステコグルーがやってきて、うん、そのケイン不在をの、うん、寂しさ悲しさあまり感じさせないような、はい、うん、素晴らしいプレーが続いてますよ ね、うん、ね、いいですね、とってもスパーズは、うんうん、ですね、ね、若いプレーヤーね、いいプレーヤーを取ってますし、はい、うん、今年は楽しみかなというのは思いますよね、はい、うん、では次に参りましょうか、はい、続いては鉄人ミルナーの23シーズン目になるんですね、はい、プレミアリーグ23シーズンですよ、はい、それだけでももう十分ですよ、うん、プレミアリーグって世界一圧強いですからね、はい、そこで23年も戦い続けるっていうことだけで素晴らしいですから、はい、でもうリーズに始まり、はい、今ブライトンですけれども、うん、まあ、そんなに大怪我もしませんしね、うん、はい、はい、だから653になったのかな、喋ってる段階で、でこれ歴代2位で1位は、うん、636だ、うん、で歴代1位はガレス・バリーの653だから、ね、はい、おそらく今シーズンに歴代トップになると思うんですよね、うんうん、それでビラとかシティとかバリーに似たキャリアでもありますしね、あ、確かにそうです ね、 ね、はい、はい、だからこの偉大なるクラブの先輩を、うん、もう追い抜くと、決して派手ではないし、はい、コメントも面白くないんですけども、その退屈なところが面白いんだっていうのがルーニーの評価ですし、はい、うん、いろんなところで動画があるから見てほしいんですけれども、うん、今ブライトンにいますが、ブライトンの若手が練習中にちょっとだれたりすると何度も言いますけど、もう集中しろ集中しろって言ってキングを締めてますから、うん、はい、これは見事ですよね。で、相手は5歳6歳年下です、今新監督はね、うん、でもその一切関係なく、うん、若い監督から教わることだってたくさんあるじゃないみたいな、もう本当何の表情も崩さずに言ってるところがすごいなと思ったので、うん、はい、まあ、ちょっとね23でもうどうしましょうね、うん、25年行ってくれないかな、うん、いや十分いけるんじゃないですか、ね、いけるんじゃないですかね、はい、それでね、ミルナーね、19、20シーズンリバプールに行った時に、うん、はい、19節のレスター戦で PK で1点取ってんですよ、はい、その後私の手元の資料が確かならば点取ってないんです、はい、はい、今シーズンぜひぜひ、はい、うん、PK は蹴らせてもらえないかもしれませんが、はい、はい、はい、何かこうね、点差が開いた時に PK とかになって、はい、前もモリーニョが官邸に、官邸じゃないか、負けれで蹴れていったみたいに、監督がミルナーにみたいになると、はい、ちょっと胸熱になりますけどね、そうですね、はい、そして、ミルナーね、今年またゴールかと、はい、そして、記録更新かというところの中で、はい、39歳でスタメン出場だったアシュリー・ヤングでしたけれども、はいはい、プレミア史上最高、はい、フィールドプレイヤーとしては最高年齢だったんですが、うん、ちょっと三笘君に翻弄されて、はい、退場になって、はい、うん、名誉な開幕戦のはずがちょっと不名誉な開幕戦になっちゃってというので、うん、ちょっといろんな意味で歴史に残っちゃうのかなって感じがするんですよね。若い時から、まあ、若い時はトップ下とかウィングだったんですけどね、もう前ですから、完全に攻撃的なプレイヤーでしたから、はい、アストンビラとね、うん、ユナイテッドも最初はそうでした、うん、はい、駆け引き上手で、うん、口も達者で、はい、はい、ただちょっとね、この 1,2 年見ると年齢的な衰えは隠せないのかなっていう感じになってきてるんですよね。ミルナーが23シーズン目で、ヤング多分21シーズン目だと思うんです、はい、はい、ただ、うん、どうなんだろうな、なんか、うん、ちょっとミルナーに比べると、あ、39か、うん、あ、来年40になるんですね。そうですね、とここ、はい、今シーズン買いかな、うん、ちょっと厳しいかもしれませんけどね、あの、長く頑張った選手なんで、ちょっとミルナーに比べると、なんだろう、うん、引き際考えた方がいいのかなっていう感じになっちゃったですね、うん、ね、ブライトン戦でね、キャリア4枚目だったみたいです、レッドはね、あ、はい、ね、このまま、ね、消えていくようなタイプではないと思いますけども、うん、はい、開幕2試合で気になったことってなると、ちょっとここを上げざるを得ないかなって気がしました、ね、はい、うん、そして勝谷さん、心配と言いますと、ということでイングランド、ね、代表の、ね、はい、そうですね、歴を持つ選手たちですね、まあ、現状スターリング、チルエル、グリーリッシュ、ゴメスといったところが、ちょっとこう冷や飯を食わされるのではないかという印象なんですよね、はい、でこれ今何度も言いますけど、8月28日で、うん、少しあれが迫ってきてて、これを皆さんがご覧になっている時は市場も閉まっているので、ね、はい、はい、彼らの去就は明らかになるとはなっているはずなんですけども、うん、はい、
残ったとしたらそれはどうなるんだっていうのがねあるんですよね。そうですね。グリーリッシュはグリーリッシュはイプスイッチ戦出ましたが、グリーリッシュが多分一番出場の機会はこの選手たちの中では一番まだあるのかなっていう感じでありますよね、はいはい、序列が低下したことは否めないんですけど、うんはい、チーム内の人望が依然として熱いですから、うんはい、そういったあたりはペプさんもご覧になっているはずなので、本人が出たいって言わない限りはとどめると思うんですよね。タイプまた違いますしね、うんまあ、出てきた今入ってきた、まあ、ドクとサビーニョじゃないですか、うんはいはい、ちょっと縦に速いみたいなタイプなんで、はいはい、ちょっとテクニック系の そうですね、そういうやっぱりグリーリッシュみたいな選手がやっぱりポイントで必要になってくると思うんで、彼はやっぱりそういう意味では必要とされてるんじゃないかなっていう気はしますけれども、ただ他の選手ですよ、うんそうね、でもちょっとあれね、ドクのドリブルってすげえすごいすごいですよちょあれ止めらんないよ、はいはい、あれ林さん独特のドリブルってよく言ってますけどそうですもんね、これがね今後、まあ、彼らはどうなるのかっていう ね、はい、そうですね、ちょっと ね、みんなイングランド代表歴を持っているんで、まあ、ヤングにしてもミルナーにしてもそうなんですけども、うんはい、ちょっと気になりましたねやっぱ ね、 そうですね、はい、うん、さあね、そして先ほどちょっとニューカッスルの話に出ましたけれども、はいはい、ギマラインスが新キャプテン残留ということなんですね、はい、そうですね、つまりは、はいはい、シェアから新しくキャプテンマークを譲り受けたというか、まあうん、就任しまして、はい、とにかく熱い男じゃないですか、うん、そうですね、壊れないし、うん、で味方に何かあった時にはこれ乱闘も辞さないとか、うん、イエローも辞さないっていう感じで自分が守りに行ったりとか、はい、いや本当にこうリーダーにふさわしい男だなと思いますので、うんうんうん、はい、これは素晴らしい人選だと思いますね。そうですね、はい、うん、ただニューカッスルは我々のこの今話している時より、うん、おそらく皆さんが見る時の方が、うんうん、いろいろちょっとスカッと変わってるかもしれないっていう可能性があるので、はい、ね、はい、そしたらまた楽しみですね、うん、でちょっとこの次は和也さん、思考が変わって、はいはい、ユニフォームの話題ですね、まあ、そうですね、はいはい、アーセナルのアウェーキットすごいかっこよくないですか、うん、黒貴重で、はい、で肩口に赤と緑がした、うん、これアフリカ大陸、はい、これね、はい、アフリカ大陸にリスペクトをした新作なんですって、はいすね、はい、だからこのなんだそのメッセージも素晴らしいですし、はい、あとやっぱりみんなね、体の大きな選手が揃ってるので、うん、特にディフェンス、はい、見栄えがいいんですよ、すごく、はい、これ売れそうだなと思って日本でも、はい、うん、ユナイテッドでもこうしたら俺買うけど、さすがに俺がアーセナル買ったらまずいじゃんね仮に買ったとしましょう、はい、ね、で事務所の周りをこの格好で歩いてたとしましょう、はい、ファンの方に目撃されたとしましょう、はい、私大変なことになりますから、そうですね、はい、部屋着にしたってまずい、ね、うん、でも本当部屋着でもちょっと欲しくなる一着だと思うし、うん、はい、ね、アーセナルはねこのキット、アウェイキットももちろん使っていく今シーズンですけれども、うん、補強も着々として、うん、和也さんの話にありましたけど、うん、何かもしかするとサプライズがあるのかも、うん、あったのかもっていうようなことになりますけれども、うん、まあ、確実に優勝候補の筆頭に挙げてる方が多いですね。そうですね、うん、はい、うん、補強うまくいってますしね、はい、うん、自力も高いですから、はい、そういう見方は、はい、当然だと思います ね、 で、 すね、はい、では次に行きましょうか、はい、続いてはちょっとレアルマドリードの監督の昔のコメントが、はい、はい、我々、はい、開幕前とか開幕ちょっとしてこう、はい、いろいろ予想するじゃないですか、はい、でその時にまあそれは仕事だからやりますけど、はい、やっぱりもうちょっと時間をかけての予想の方がいいのかなって改めて思ったんですね、はい、なるほど、それは、はい、ドン・カルロがエバートンを率いてたうちに、うん、新しいシーズンになれば、うん、スタッフも選手も、うんうんうん、だから、新しい選手がやってくる、はい、そうですね、うん、それでその選手によってすぐ環境に馴染める人、うん、馴染めない人、はい、環境には馴染んでるんでるだけど、うん、職が合わない人、はい、うん、それで職も合うけどやっぱりこう一人ぼっちだと、辛いから仲間とつるみたがる人みたいな、はい、ただそのタイプがいろいろいるので、うんうん、その選手のタイプを見極めるまでに、はい、3ヶ月ぐらいは絶対にかかる、うん、だから例えばの話、プレシーズンマッチを見て先日戦略が早くも落とし込まれていますねなんて言わないでくれって、うん、はい、そんなの無理だ、うんうんうん、それは時間をかけるものなので、はいはい、予想をする仕事っていうのは分かるけれども、うん、すぐに答えを出すのは危険だってことは、うん、毎シーズン思い出してくれってドン・カルロが言ってたんですよ、ね、それを改めて思って、特に今シーズン本当にいろいろ変化多いので、うん、プレミアリーグって、うんうん、
だからそれを踏まえて、うんうん、今シーズンねいろいろ、うん、プレミアリーグ楽しんでいきたいなと思ったんです。もうね早速例えばブライトンが2連勝して、うん、プレシーズンから見ていましても、うん、新監督になっておなんか結構いいフットボールしてるじゃんって思いがちで、もちろんしてるんだけれども、うんはい、そんな甘いもんじゃないよっていうことですよね。それがシーズン通してじゃあどうなのかっていうのはもっと長い目で見ないと、ここだけでじゃあ変わったって、うんうんうん、ぬか喜びしてもいけないし、うん、まだ変わってないっていうのも早いし、うんはいはい、もうちょっとしっかりとそのもっと長く見ないとフットボールはわからないんだよっていうことを、はいはいうん、そういうことです。おそらく、はいアンチェロッティは伝えたいということなんですよね。でしょうね、うんうん、なんか昨シーズンに比べてプラスアルファがないチームとかあるじゃないですか、はい、例えば現状だったらリバプールね、はい、現状だったら、うんうん、でもリバプールってプラスアルファなくても自力は高いとも考えられるから、うんはいうん、その辺は、うんよく考えなきゃいけないし、ただリバプールの場合は監督が変わってるので、はい、それはどう判断するかつ、うん、開幕2連勝だからいいのかと長く言ったみたいにまだ何起きるか分かんないから、はいうん、そこは答えは急ぐなよっていうのがドン・カルロの、うん、あれですよ、提言ですよ、うんはいうん、ちょっと我々心して、うん、で見る皆さんもちょっとね、はい、そこを心に留めていただいて、はいはい、いうことになるかもしれないですね、うんはい、さあそして最後10戦ということで10個目になるんですが、はい我々、開幕前にスタメンの予想をさせていただきましたが、はいはい、ドンカルロのあんないいお言葉の後に俺の拙い解説、解説も拙いか、解説も予想、はいうん、ちょっと一応答え合わせを、はいまあ、主な全部ね やるとちょっと時間がということなので、うん、ちょっと主なチームでもフェアでしょ、俺たちちゃんと答え合わせは、うん、逃げないんだからね、私はね、ちゃんとほら見ろ、はいまあ、これね、メンバーで言うと、ただちょっとロドリが間に合わなかった、うん、これ野村君、これは俺だよね、マジアさんです、はいはい、これチェルシーのでございます、いいね、思ったのにな、でもロドリはちょっとやっぱり、まあ、戻ってくるのは遅かったっていうところと、うんまあ、フォーデもそうですね、同じくやっぱり、はい決勝までいろいっている、はいはい、そういった組はやはりちょっとスタメンでは出さなかったっていう、はいはい、あとはちょっと位置は違いますけど、メンバーは、その2人以外は同じだったっていうことになりますよね。うん、ドクがおみぎに持って行ってサビーニョを左、はいはい、これ途中でちょっと入れ替えたりとかしてましたけど、はいはいうん、でリコ・ルイスが、中盤、まあ、もちろんその守備の時右に下がってっていうのもありましたけど、はいうん、組み立ての時は中でっていうね、まあ、たった2試合でねあれですけど、まだ大きなこと言わないですけど、やっぱりリコ・ルイスは確実に成長してますね、毎シーズンね、ちょっと今序列で言うと、うん、カイル・ウォーカーより上になって、今現時点ではまた、うん、ペップはすぐ変わりますから、うん、分かんないですけど、うん、今の時点でリコ・ルイスを使おうということなんだろうなっていう感じがしますね、うんうん、まあつなぐとかいう発想になれば、うん、もうカイル・ウォーカーリコ・ルイスの方が多分上だと思いますので、うんうんはい、これができないって言ってたじゃないですか、ねね、それちょっと反発してましたけど、カイル・ウォーカーは、うん、ちょっとそういうタイプじゃないっていうのは、うん、ペップはカイル・ウォーカーについては言ってるんで、うん、やっぱりこのリコ・ルイスみたいなタイプの選手を置きたいっていうのはあるんでしょうね、そうみたいですね、はい、うんはい、ということです。次いきますか、はい、何チームやるのかな、マトリアーセナルですね、アーセナルに関して言いますと、トップはジズスかなという決断の予想でしたけど、うんはいはい、ハバーツを前に持っていって、はい、でトマスパーティーをスタメンでアンカーで使って、うんはいデクラン・ライスはインサイドハーフで起用したっていうところでしたね、うん、11分の8か悪くないな、うん、でメンバーで言うとあのですか1人だけですからね、違ったの、うんねはい、ジズスが入ってた、うん、ここは厳しくいこう、11分の8だ、うん、11分の8かな、8じゃダメだよな、せめて9位来てよな、これね、先ほどお話ありましたけどね、メリーノが入ってきた時にどういう風に使っていくかっていうところが楽しみですかね、はいうん、でもメリーノを入れればメリーノ、パーティー、ライス、ハバーツ、ウデゴールでしょ、うんうん、だから3つのポジションだと仮定すればそこを5人で回せるようになるので、はい、これは大きいですよね、そうですね、うん、左にジンチェンがやってますけどね、ここがティンバー、途中からっていうのもありましたし、カラフィオリだったりカラフィオリだったりってなるんでしょうね、はい、じゃ次いきましょうか、はいリバプールは惜しかったですね、一つコナテではなくクアンサーでしたね、うん、やはりよく言われていましたけど、遠藤選手ではなくフラヘンベルフじゃないかっていうのはやっぱりそうなりまして、遠藤選手は、第2戦最後アディショナルタイムからかちょっと出ましたけれども、ただ重要なプレイヤーであるって監督は言ってますけれども、ちょっと序列は落ちてしまったのかもしれないですね、まあ、ただ監督もそうだし、うん、ファンダイクもマカリステルもソボスライもサラーもみんなそう言ってますから、うんはい、まあだからキャラがあたりは絶対に出るってホイストだって言ってましたけど、うん、ないんじゃないかな、はいうんうん、自分のチームの場合外れるよねキャラがってねいや皆さん逆に思い入れが強いからそうなっちゃうんですよ、純粋になんていうんですかね、俯瞰して第三者的な感覚で予想ができないっていうのはあるかもしれないですね、うんうん、それはあるかもね、はいうん、次まで行きますか、次でいいでしょう、パッと決まったんでね、はい、
じゃあトッテナムですけれども、これソランゲとは思わなかったな。ソランゲ早速来ましたね、はい、なんせ、うん、全然試合してなかったはずだから、うん、ここでいきなりとは思わなかったですね、うん、そんなら当然ソンが真ん中でベロになると思ったらそうはいかなかったな、うん、そうですね、うん、はい、うん、まあ、ねでもソランゲやっぱりここに入ったっていうのは大きいですね。大きいですね、はい、うん、うんうん、あとはあれですよね、ゲミルがいろんなポジションできるかもしれないけれど、うん、やっぱりこうセンターバックもう一枚ずつね、うんうん、いると、まあ、いないとは言わないですけど、うん、レギュラークラスよりちょっと落ちちゃうのでね。そうですね、うん、ここもねでも本当にここも11分の9か、はい、悪くはない、うんうん、スパーズは本当楽しみだなと思いますけれども、うん、さあ続いてチェルシー、これはもう難しい。チェルシーはもう当たらない絶対。すみませんでしたね、うん、私はやっぱりこれはヨルゲンセンではなく、うん、ロベルト・サンチェスで、うん、今ね、足元をということでヨルゲンセン取ったんですけど、うん、もうサンチェスの方が今完全に、うん、序列は上ということになってますね、そして、まあ、今こういう状況ですけど、また2戦目でちょっと帰ってきて、またペドロネトも入ってっていうのもありますから、今後ちょっとこれが、あとマデュエケも大活躍しましたんで、ちょっと今後どういうふうなこう2列目になるのかなっていうのは気になるところではありますね。そうですね、本当に本当に、うんうん、どういうふうになって、あとは余剰戦力をどう、うん、カットしていくかですね、チェルシーはね、はい、そこですね、そこがね進んでないんですよ、はいはいはい、続いて次行きましょうか。これで終わりかな。あ、これは、あ、山根さん、実際ここは当てなきゃダメだよな。でもあれでしたね、ガルナチョでやっぱりラッシュフォードはやっぱりなんだかんだ言ってやっぱりアイコンなのかなっていうところですかね。まだ、まあ、あとはね、私あのガルナチョピーキなので、はい、なると思いましたけど、はい、はい、うん、ですね、でデリフトでマグワイアだったというところでしたけどね、まあ、あとはね、うん、ここがこの先どう変わっていくかですよね。もうこれマズラウィいいじゃないですか、はいはい、かなり右で関わって、はい、うん、これいい、やっぱりいいプレイヤーだなって、その攻守にわたってですけど、うん、そうですね、なるとダローともいいじゃないですか、はいはいはい、でこれルークショー戻ってきた時にじゃあどうすんだみたいなことになりますよね、うん、まあどうせ怪我するから誰かは、だから現状考えられてるのは、うん、おそらくマグワイアに代わってデリフトだと思うんですけれども、うん、はい、それでね、あとはホイルンドとかザルクゼ、ゼルクゼとのポジションとか、ね、そうですね、そこが多分前線行って、うん、結局マウントやっぱりちょっとやっぱコンディションね若干良くなってきていますけど、うん、まだやっぱり僕らがセルシーのいい時してるんで、はいはいはい、じゃあやっぱそこまでやっぱ戻ってないなってなると、ね、やっぱブルーノ・フェルナンデスがトップしてて、うん、その前にザクティなのか、うん、ホイルンドなのかっていうことになっていくんでしょう ね、まあ、そのあたりもいずれそのうちありますから今日は喋っちゃうとね、そうそうですね、よくないからね、はい、うん、っていうことですね、うん、こんなところですか。そうですね、ですかね、はい、はい、ということでちょっと答え合わせもしながら、足早に気になったこと10選でお届けをしてまいりましたけど、うん、皆さんもいろいろね気になってることはあると思うので、はい、ぜひいろいろと、僕はこんなことが気になったとか10個でもいいですし1個でもいいんで、はい、ちょっと書き込んで、ああこんなことあったねっていうふうにみんなでちょっとまた振り返ってみるのもね、はい、うん、全試合なかなか見るの難しいと思うんで、自分が見てない試合だこんなことがあったんだっていうのも分かると思うんで、うん、ぜひ書き込んでいただけたらなと思いますけどね。まだ2節ですけど、はいはい、全試合クリアしました、はいはい、うん、ここからねどこまでそれが続けられるかって、皆さんそのチャレンジをやってる方も多いかと思いますけども、うんうん、はい、またあれですね、U-NEXT になってちょっと倍速がいろいろ試せ、まあ、もちろん前もスポティーブもそうだったんですけど、ちょっといろんな倍速がありますんで、ちょっと早めとか相当早めで、これはちょっと2倍で見ちゃおうかなとかやってったらできるよ、できると思いますよ。1日1試合は見られるだろう、ダメか、いや、見られる、難しいですよ、週に1試合ですから、大体皆さん普通の、うん、会社員の方とか、うん、そうだね、はい、うん、そうですね、そんなとこですか、何かありますか。いや、ないですよ、うん、はい、うん、はい、うん、だから1節2節気になったこと、はい、例えば今日ご覧になってて、うん、歌詞がまた頬杖ついてるでもいいですけど、はい、うん、それ我々のこれあれですか、プ、うん、レミアリーグブラボーで気になったことみたいな、開幕に、うん、はい、開幕から、うんうん、カフェはまたひげが白くなってるのでいいですよね、うん、老けたの、いやいやいや、勝谷さんでも若いから全然、やっぱあれですよ、数値がね、健康診断の数値がいいのは素晴らしいです、うん、ね、もうどんどんいろいろ出てきてますから、うん、もう、はい、気をつけていきましょうね。でもほら、よく話すけど急に来ますからねって脅かされるから、はい、じゃあ急に来るんだったら酒飲みまくってやろうと思います、ね、皆さんほどほどに、はい、ということでございます。じゃあよろしいですか。はいですよ、はいはい、今週も勝谷秀樹さんと一緒にお届けしてまいりました。勝谷さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来週です。さよなら。さよなら。
毎週のように強烈な台風がやってきていますので、十分に注意してお暮らしください。どうぞ細川に。